けど、もう一つまた別の場所が合わせて、ようやく病院の米が全部1年分、こうした町がもっと好きになれたら、この課題っていうのが解決できるんじゃないかなっていうところで、本日は小佐町で、いろんな、体験をさせていただいたりとか、いろんなかん、ものを見せさせていただいて、そこから、学生たちがこれからどうやって小佐町をどうやって発信したら若者が来るかっていうことを考えたりとか、いろんなきっかけにしていきたいなと思っています。本日よろしくお願いします。お願いします。沖縄に住んでます。すごいな、ね、よろしくお願いします。友達って呼ばれてます。友達って呼ばれてます。ケンケンって呼ばれてます。お願いします。どうぞ。うちのスタッフで、いや、なんか山から参りました。今、安田病院のコータリアで働いています。お願いします。お願いします。でもこれ木、これ一番木めっちゃいい。こういう木材とかを病院の米が全部1年分、全部無農薬でやってて、でこの水系がこっちの方の山から来るんですけど、こっち側にもう民家が1個ぐらいしかなくて、だから、もう水はほとんど自然な感じで。自然っていうところじゃなくて、
プールと体育館を開放するっていう意味で別に外部から来ていただくんでもいいんですけど、例えば地元の方でなんか週に1回運動のイベントやってみるとか、なんかバレーボールするとか何でもいいと思うんですけど、まあ地域の方にも使えてもらえると思いますし、大沢町がもっと好きになれたらこの課題っていうのが解決できるんじゃないかなっていうところで、大沢町がもっと好きになる提案をこれからしていきたいと思います。これ目指せニラメダル、命名ニラリンピックです。で、なんでニラかっていうと、大沢町、熊本で一番ニラが取れる町で、すごいニラが有名です。Thank you.